こんにちは、スーツボーフットボーラーです。985日目、左足逆足で連続100回挑戦ですね。今日もやっていきたいと思います。最近は、今まで最高が73回かな行ったんですけど、全然最近はもう20回行くかどうかとか、ちょっとねこうまた回数が伸び悩んでいます。ちょっとなんか全体的にこうなんかフォームがねおかしいというか、自分とボールとの距離感だったりとか、そうですね、ボールを蹴る打点がバラバラだったりとか、ちょっとか乱れていますね。なのでそこをなんとか、調整できたらなと思っています。今日は雨降ってますけど、気合い入れて頑張っていきたいと思います。では、今早速5分間やっていきたいと思いますので、やっていきたいと思います。
はね、ということで、なんかダメダメでしたね。10回行ったか、20回も行ってないですね。いや、なんかね、変なんですよね。今までうまくね、結構30回40回行ってたんですけど、なんか続かなくなったのがなんでのかなと思います。自分でもそんなに変わっていないような気がするんですけど、なんでこう回数がいかなくなっちゃったのか。まああれですよね、第一にこのなんだろう、なんかまあ確かになんかね、違和感があるんですよ。今までとなんか違うというか、うまくなんかいかないなっていう、なんだろう、これがよくわかんないですね、自分でも。そうですね、ちょっとなんでこうなってんのかがよくわかんないです。まあでもね、まあでも動画見ると、そうでもなんかそんなに変わっていないような気もするんですよね。なので何が違うのか、まあでもまだまだちょっとね、考えていきたいと思います。まあなんだろう、もう手詰まりだって思っても、いやでもまだ何かあるんじゃないかって思うので、ちょっとね、動画見て研究したいと思います。もしあと何かアドバイスとかあれば、コメント欄で教えていただければ嬉しいです。では、まあ、今日はこれでおしまいしたいと思います。まあこんな日もあるということで、まあ、お互い一日一日、まあ、良い日に過ごしていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。